掛け時計対象。昭和前期の日本では一般的だった。振り子式のかかり時計を重いので柱にかけるのが一般的。振り子時計も参照。現代のクオーツ式掛かり時計はと時計掛かり時計。掛け時計は壁や柱などにかけるという設置スタイルの時計である。壁掛け時計とも、空使い以前の振り子時計は重かったため、かけるのに、 脆い材料であることも多い壁面ではなく、強度のある柱を利用することがもっぱらであったため、柱時計という語がある。また英語では、ウォールクロックという表現に近いが、ウォールクロックにはかけてあるものだけでなく、ムーブメントが壁自体に埋め込まれていて、壁面自体に文字盤の模様があるようなものも含まれ、また、個人用ではなく、部屋などその壁が見える範囲で共有されるための時計。 というような意味もあるため、掛か,かり時計と1対1には対応しない。掛か,かり時計は壁面や柱にかけておく時計である。壁面や柱などに釘、フックなどを打ち込み、そこにかけておく。多くは時計の裏面に小さな穴が開いており、そこに釘やフックが引っかかるようになっている。日本ではかつて、もっぱら振り子式の掛か,かり時計が普及していた時代があった。その後、電池 ののののももがが主流になりついでクーツ式のものが増えた企業の事務所、工場などでは実用性、視認性が重視され大きな円形で白い文字盤でシンプルな表示のものが用いられていることが多い。家庭においてはインテリアの一部として用いられ様々なデザインのものが用いられている。くつろぐために 木材の素材感を全面に出したものが用いられたり、洗練された室内装飾の部屋では洗練されたなデザインのものが用いられたりする。子供部屋には子供が好む楽しげなデザインのものが用いられることも多い。掛け時計を自作するための部品として、ムーブメントがセットでかなり安価に販売されていることも多いので、自分の好みの素材で文字盤の部分を自作し、 自宅のインテリアにぴったりの掛け時計や世界で一つのオリジナルな掛け時計を自作することも可能である。近年ではアナログバリの時刻表示とデジタル表示の時刻表示を組み合わせたものや天気予報機能を搭載したもの、電波時計機能を搭載しているものも増えている。かつて多かった一般的な鳩時計も掛け時計の一種に分類できる。最近では電子回路、大事線、 かかり時計、ありがとうございます。